サーチャーズ・ザ・サーチャーズは、イギリス、リバプール出身の4人組のバンド。1960年代のブリティッシュ・インベージョン期を、ザ・ビートルズや、ザ・ローリング・ストーンズと共に支えたバンドの一つでもある。リバプール出身のバンドでは、シングルヒットやアルバムがヒットしたことから、ザ・ビートルズに次ぐ成功を収めたことでも有名である。バンド名は、ジョン・ホード監督。 ジョン・ウェイン主演の映画創作者から取った。しかし、後に、ペンダーが脱退し、マイク・ペンダーズ・サーチャーズというバンド名で活動を行い、残ったメンバーが裁判を起こしている。1959年に当時イギリスで流行していたスキッフルのグループとして、マクナディとペンダーの二人で結成された。すぐにジャクソンとカーティスが加入する。グループは、当初、 ジョニー・サンドンのバックバンドとして活動し、地元リバプールのアイ・アンドア・クラブにて、レギュラー出演をしていた。1961年にサンドンが抜け、グループのリードシンガーに、ジャクソンが抜擢された。アイ・アンドア・クラブのレギュラー出演を続けながら、キャバーン・クラブなど、地元リバプールにある他のクラブにも出演をしていた。1962年には、ザ・ビートルズと同様に、 ドイツのハンブルクにあるスタークラブにも出演している。その時のライブの模様も後にアルバム発売されている。リバプールに戻ってきたサーチャーズはパイレコードの名プロデューサー、トニー・ハッチの目に留まり、1963年にパイレコードと契約を結ぶ。トニー・ハッチをプロデューサーに迎えたサーチャーズは、ドリフターズのカバー曲、スイーツ・フォー・マイ・スイートでデビュー。 チャートの1位を記録。また同曲を収録している、ファーストアルバムも2位を記録するなど、最先の良いスタートを切った。プロデューサーのハッチが、フレット・ナイチンゲールという編名を用いて作曲された2枚目のシングル、シュガースパイスも2位を記録。ジャッキーでシャノンによって書かれた4枚目のシングル、ピント・ハリの録音時に、ジャクソンが脱退。 この曲の録音以前にもライブで演奏し、その時はジャクソンがボーカルを取っていたが、プロデューサーのハッチが、この曲には、ペンダーのボーカルが、性質的にもフィットしている、と判断し、結果として、ペンダーのボーカルが採用された。不満が爆発し、当時リーダーだったカーティスに詰め寄り、ジャクソンがボーカルを取ると強要してカーティスとの関係が悪化したため、ジャクソンは、サーチャーズを去る。 後釜としてフランク・アレンが加入。その後も会長にシングルヒットを飛ばす。1966年作曲能力もあったカーティスがソロ活動のためサーチャーズを脱退後釜としてジョン・ブラントが加入。アメリカで大流行するフォークロックの元祖とも言われていたサーチャーズ。実際、マルビナ・レーノルズ作の雨に消えた思いや PF ・スローン作の 俺でよけりゃなどは、サーチャーズがフォークロックの元を作ったと言われる裏付けにもなっている。しかし結果として、アメリカのバーズやタートルズ等のグループが次々と大ヒットを飛ばしたため、サーチャーズのフォークロックにおける存在は皆無に等しいものとなってしまった。1966年の Have You Ever Love Somebody を最後に、サーチャーズのヒットが出なくなった。 1969年ジョン・ブラントが脱退し、ビリー・アダムソンが加入1999年まで在籍する。ヒット曲は1971年発売のデス・デモーナがアメリカのチャートで94位を記録したくらいでほとんど出なくなる。その後も活動を続け、イギリスでのパンクムーブメントが落ち着いた中、パブロック周辺のアーティストたちから再評価と支援を、 受け1978年にサイアレコードと契約してメジャー活動に戻り7年ぶりにアルバムを発表する。その後も倒産したパイのカタログでの再発を監修しながらパイ音源の権利を持つ PRT レコードと契約し新曲を発表するがサイア時代ほどの注目は浴びず活動が停滞している最中の1985年にマイク・ペンダーが 新バンド結成のためだった現在は、マクナリーとアレンが中心となって、ペンダーの代わりを務めるスペンサー・ジェームスを加えて、存続している。ありがとうございます。